はい、どうも皆さん、こんにちは、かげむれです。今日もね、引き続きアンダーテイル実況プレイやっていきましょうということで、前回ね、サンズと、それからパピルスの二人の、罠をね、こう、かいくぐりつつ、ここまで来ました。でね、最後なんかこの、可愛らしい犬ちゃんがいるんで、ちょっと話しかけましょう。芸術へと変容するその瞬間を心待ちにしながら、この犬は雪を食えるように見つめている。芸術家なの？この犬。かわいいな。何着てんの？それあったかそうだな。子犬の中にはポメレーズンの箱が置いてある。ポメレーズン？なんか、この辺あれだよね。犬が多いよね。ドッゴとかさ、あのなんか犬の夫婦とか、何なんだろうね。猛犬注意。撫でて下ち。なんでガンツみたいになってんの？何あれ？え？何その佇まい。何？あの犬は芸術家を気取っているけど、何を作ればいいか分かった試しがないんだ。脳みその大きさが混ぜこせ、ん？違う、混ぜご飯の粒と同じくらいの大きさだというものね。あ、女性なんだこれ。これ何？鹿？なんだろう。ん？なんだこれ。またあれか、丸に変える。なんすかこれ。雪のバビルスだ。雪の塊に赤いマーカーでサンズと書かれている。これは、すげえな、特徴を捉えてるっていうか、なんか性格が現れてるな、なんか。こっちはもう自己顕示欲の塊というか、ちょっと古代妄想というかあるけど、こっちはもう別にどうでもいい感がすごい出ちゃってるもんね。面白いな、これ。すごい細かいなっていうか演出っていうか何ですよ、オブジェクトまで。で、これはまたあれか。でもこれ滑っちゃうよね、どうせ。ほら。ん。で、スイッチを押すと。あ、ここに行くのか。なるほどね。なるほど。だから、落ちないように、こうちゃんと順番に行けってことか、これ。ちょっと考えよう。こう行くだろう。氷出ちゃうと滑ってそのまま行っちゃうから、最後スイッチ行くようにするのもん。だから、こう。あ、わかった。こっちだ。こうね。はい。あ、この辺はでも結構謎解きとしては、楽な方ですかね、まだ。ちょっと考えないと難しいけど。待て。ちゃんと止まってくれや。ごめんね、今、ギリギリ氷となんかその、あの、罰の境界線みたいなとこ行っちゃったから。これあれだね。いい具合にこう、なんていうの、その、一筆書きみたいな感じできるわけだ。こう。で、こう行って、こうで、こうか。あ、すげえ、でも頭使うね。おー、すげえ。雪の。大丈夫なの？それ、折れない？なんか、鋼の錬金術師で見たよ。雪のって。あははは。ちゃんと、あれだね、頭に雪が積もってる。また、分かれてるな。こっち行こうか。剥がれんであったよね、あの、ほら。妊婦さんがこう、離れたところで、山奥なんかで、子供が生まれそうで、呼びに行こうと思ったんだけど、橋が落ちちゃってて、で、エドがこう、橋をこう、錬成しようと思ったけど、遠すぎてこう、重さに耐えられなくて、みたいな。ごめんね、何の話してんだろう。行きましょう。サンズ。どうした？いや、どうした？って言われても、いや、お前なんでここにいんのって感じなんだけど。何？あ、え？あいつ、瞬間移動するよな。てか、何これ？ギフトロット。調べる。ギフトロット。アタック16、ディフェンス8、結構強い。若者たちにいたずらでデコレーションされている。これをどかしてくれ。ああ、これを外してあげればいいのか。ああ、いって。あ、なるほど。いや、難しすぎでしょ、急に。ちょっと待って。取り外す。これか。あ、飾りを外す。あなたは、何？遺伝子とかけてんのか。遺伝子組み替えてないレーズンの箱を取り除いた。遺伝子組み替えてない。マシンにはなったかな。どうすればいいのこれ。急に普通に難しいのになった。おーい。ちょっと待って、やばいな。魔物のアメクとか。HP10 回復。ちょっと回復アイテムはたくさん買っといた方がいいみたいだな。どっかで買えるとこあったらいいんだけど。あー、またこれか。いや、普通に難しいもんね、これね。単純に難しいもんね。カセリを外す。あなたは子供の頃のスノードレイクとその家族の写真を取り除いた。スノードレイク？あ、なんかさっきいたな。あの、笑い芸人か。ちょっと待って。でもこれ、割と、でも避けやすい方かもしんない。で、カセリを取り外す。あなたはチキンナゲットが溢れそうな靴下を取り除いた。あ、それはでも美味しそうじゃん。肩の荷が下りたよ。あ、ちゃんと上のグラフィックがだんだんこうマシになってる。問題は解消された。あ、これでいいんだ。なるほどね。なんだその目は。オッケー。で、どうしたのサンズ。なあ。つけてきてるのか？いや、別にそんなことないけど。いや、どっちかというと君が先回りしてるけどね。あ、
何これ、洞窟？うわ、なんか神秘的なとこ来た。あ、扉だ。ドアだ。あ、入れない。このキノコ何？ああ、かわいい。何これ、かわいい。ピヨってなる。え、これ意味ないの？これで開くとかそういうこと？違うのか。じゃあまだここはあれかな、先かな。サンズいたもんな、よくわかんないけど、とりあえずここは後回しの方がいいみたいだね。あ、同じだ。つけてきてるのか。てかこの壁から見てる目は何なんだろう。あれかな、なんかモンスターがいるのかな、また。でこっちか。あ、違う違う、これなんだ、犬小屋だね。なんて小さな犬小屋だろう。ぐるるるぐるるる、やっぱ猛犬がいるのかな、どっかに。あ、続いてます。ん、止まった。あ、何これ。あ、かわいい。え、超かわいい。さっきの犬とかもいろいろいたけど、これが一番かわいいの。なになになに、あ、あ、あ、戦うんだ。え、グレータードッグ。あ、レッサードッグの、あれかな、親玉的なやつかな、これ。BGM 気が抜けんな、これ。行きましょう。え、調べる、呼ぶ、無視、遊ぶ、撫でる。とりあえず調べよう。グレータードッグ、アタック15、ディフェンス8。戦いを遊びだと思い、とても興奮しているようだ。あ、あー、これ。あー、待て待て待て。あー、なるほどね。あー、そういうことか。うわ、ちょっとやばいんだけど、普通に。待って、絞りたての子犬のジュースのような匂いがする。ちょっと待って。あれだな、あの、アイスいっぱい買っときゃよかったね。ちょっと後で買いに行こうかな。一回戻る？グレータードッグ、どうしようかな。とりあえず、撫でるか。グレータードッグを撫でるには遠すぎる。あなたは空気を撫でた。遠いのが。あ、そういうことか。だから呼べってことね。おーっと、あ、いや、攻撃力高っ。普通に負けた。あー、ごめんなさい。頑張ります。すいません。よーし、戻ってきた。いや、あのね、ナイスクリームをね、5個ぐらい買ってきました。いや、もうこれで万端でしょ。いや、あのね、結構ああいう弾幕的なやつはね、苦手なんですよ、自分。だからね、ちょっと、回復アイテムはね、できるだけ買っていきたいと思います。あのね、出し惜しみせず、使っていきたい。すげえな、こいつ。どんな体なんだよ。で、グレータードッグ。まずは、撫でるがダメだから、これ呼べばいいのかな？あなたはグレータードッグを呼んだ。あなたに向かって飛びつき、顔をよだれてベトベトにした。やだなそれ。でも可愛いから許すと。こいつはバングバウバウを置く。おー、行ってくるから。おー、キョキョキョ。あ、うまいんじゃない？で、呼んで、これで撫でられるのか。あなたが撫でると、膝の上で丸くなった。あ、可愛い。その状態でも丸くなられたら、俺死んじゃうかもしんないな。その状態で俺膝に頭乗せられたらまずいな、その巨体を。心地よさで寝てしまった。あ、じゃあ今のうちに。ZZZ。目を覚ました。あ、目、起きちゃった。元気いっぱいだ。元気いっぱいになられると俺も危ない。俺の身が危ない気がするんだけど。おお、ゲゲゲ。あ、あれ、うまいぞ。で、これでどうすればいいんだ。あ、待って、なんて言ってる。グレータードッグは前足で地面を軽く叩いている。なんだ、なんかあんのか。あ、これでも遊びたがってるってこと。遊べばいいのか。あなたは雪玉を投げて犬に取ってこさせようとした。雪玉は地面に落ちて弾けた。グレータードッグはそのあたりの雪をすべてかき集めて持ってきた。犬はとても疲れている。あなたに頭を乗せてきた。え、どういうこと。おーい。おい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 。おいおいおい。ってことは、まだ撫でればいいのか。あなたが撫でると犬はあなたに体重を預けてくる。あなたの動きが遅くなってしまった。あらら。しかし、あなたはまだ十分に撫でていない。あ、まだ撫でなきゃいけないのね。おー。オッケーオッケーオッケー。あ、あれ？ナイスクリームいらない感じですか、これ。もっと撫でるってこと。あなたは徹底的に撫でた。撫で撫でと 100% 到達。撫で撫でとって。撫で撫でとってすごい言いづらいな。犬は高く飛び上がり、あなたの上に覆いかぶさってきた。死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。あ、またこいつか。おいしょ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 。つか、この犬は一体何者なんだよ。グレータードッグじゃないよね、これ。で、あ、これでいいのか。なるほど。見逃す、あなたは勝利した。あ、よかった。一回もダメージ食らなかった。上手くなったね、結構。おお、ああ、そうなってたのね。はは。その巨体はあれか。そう入ると。あれ、どういう原理で動いてんだろう。あれは見せかけだったか。うわぁ、落ちそうな橋。端っこ、あれは歩かないようにしようね。長いな。あ、出た。お久しぶりの登場。人間、これが最後の一番危険なチャレンジだ。見よ、猪木。なんて噛み方をしてんだ、猪木って。
この野郎。違うよ。これ違うよ。これダンカンこの野郎。ダンカンこの野郎。違うんだよ。1,2,3 だね。うん、見よ、命に関わる恐怖の一本橋。ああ、なんか一個可愛いのいるな。あれだけは食らいたいね。右上のだけ食らいたいな。そして俺様が合言葉を言うと起動するのだ。いやもうさすがに死んじゃう。なんか左上のやつ、あのリゼロのリゼロって言いづらい、リゼロのレムが使ってるやつみたい。鉄球だね。砲弾が遅い。トゲは激しく揺れ、歯がお前を切り刻む。すべてが暴力的なまでに動くぞ。生き残る術はほとんどない。準備はいいか。しかし今からやばいこと始めちゃうぞ。やばい。炎、槍、砲弾、鉄球、犬で、なんだよこのまま。ま、なんだって。今からしてやるところだ。今起動しているところなのだ。どうしたの？どういうこと？さすがに死んじゃうよこれやられたら。動いてないように見えるんだが。このチャレンジは、ちょっと人間を倒すには簡単すぎたかなって。そうだな、やっぱりやめるぞ。優しいな。俺様は良識のあるスケルトンだからな。俺様のパズルはみんな公平なんだ。俺様のトラップは巧妙に作られているのだ。だけどこのやり方は物理的すぎるよな。下がってよーし。かわいい犬が。ふう。やっぱり心は優しいんだね。何を見てるんだ。これもまた俺様の決定的勝利なのだ。にへへ。ちょっと疑問持っちゃってるからね。いいのかな。まあでも知らなくてよかった。あいつが何をしようとしてるのかさっぱりわからん。俺だったらとりあえずブルー攻撃の対策を考えておくな。ブルー攻撃、なんか言ってたっけ、なんか青い攻撃がどうこうみたいな。何これ。ウェルカムトゥスノーディン。スノーディンへようこそ。あ、そのまま。あ、ショップ、ああるね。温かい雰囲気がするこの街の光景を見てあなたは決意で満たされた。セーブ。いいですね。で、あ、持ち物を見ましょう。そうそう、今ナイスクリームで埋まっちゃってるんだけど、とりあえずこれいらないものボックスに預けましょうか。よいしょ。棒切りいらないよね、まず。で、バタースコッチパイはなんか使うのもったいないから取っときましょう。これでいいや。オッケー、これでショップ入ってみましょう。お、あ、なんかすごい、なんか下半身ごつい、なんかこれ何、ウサギかなの人がいるね。ようこそ旅人さん。あ、ようこそ旅人が言えない。旅人さん、いらっしゃい。買う、売る、話す、エグゼット。ちょっと買おうか。丈夫なグローブ、男前のバンダナ、バイシックル、シナモンバニー。あ、やっぱりウサギなんだね。防具欲しい。高い。でも買っておこう。で、HP11 回復かける、2、2度食べられる。あ、これ便利じゃない？これ買っとこうよ。15G しかも。あ、ナイスクリームもういらねえ。ナイスクリームもういらねえな。どうしよう。ナイスクリームいるか。ん？物を売りたいって？あんた、ここが質屋にでも見えるのかい？あんたがどっから来たかはわからないわ。あ、知らないわ。あ、女の人なんだこれ。知らないわ。でも、古い枝やら、机古しの絆創膏やら いちいち買い取ってたら、一晩で店芝居しちまうよ。あ、買ってはくれないんだね。話す。挨拶をする。ここの名称、町の歴史、あなたについて挨拶しておこうか。あら、スノーディンへようこそ。新顔がここに来たなんて何年ぶりかしらね。申し訳ない。どこから来たのさ。首都？観光客っぽくないわね。一人で来たのかい。あ、観光とかもあるんだ。ここの名称、スノーディンでの過ごし方が知りたいのかい。グリルビーズかな、これわかんねえ。に行けば何か、食べられるし、図書館に行けば情報が手に入るわ。もし疲れたら、宿で一泊していくといいよ。ちょうど右隣のドアで私の妹がやってるのさ。あ、さっきあったね、隣に。それともし暇なら、外でぼんやり座って愉快なスケルトンでも眺めていきな。あの二人は兄弟じゃないかと思うんだけど、ある日突然この町に来て目立ち始めたのよ。あ、そうなんだ。彼らが来てから町がもっと盛り上がるようになったね。へえ、あ、もともと住んでたわけじゃなくて来たんだ。あの二人、サンズとパピルズだよね、多分。何なんだろう。町の歴史、
歴史の授業でやったと思うけど、遠い昔モンスターは森の奥深くのルインズという場所で暮らしていたわ。あ、みんなルインズにいたんだ。へえ、それは初耳だな。簡単に言うとね、みんなルインズから洞窟の終わりを目指して出て行ったの。その道さから寒さが好きな奴らがここに残って定住したのがスノーディンの始まりなのよ。なるほど、そういうことなんだ。あ、それとルインズを探検しようだなんて思わないことね。ま、ドアはもう随分長いこと閉ざされてるけどね。ゴーストになるかドアの下を掘るかしかないと、無理だわ。忘れてちょうだい。なんで？ルインズは別に安全だったと思うんだけどな。あなたについて。変わり映えのない毎日だわ。確かにここは狭くてもどかしい。でももう自由は手の届くところまで来てるってみんな心の底では思ってるんじゃない？その希望を糧にして私たち歯を食いしばって頑張ってきたのさ。毎日毎日これぞ人生って感じじゃない？なるほど。とりあえずじゃあちょっとExitしましょう。それじゃまたおいでなさいな。ありがとう。じゃあどうしよう。とりあえずナイスクリームはあれかな、ここに預けとこうか。2個ぐらい持っとこうかね。で、男前のバンダナを、つけたい。使う。男前のバンダナを装備した。これで、状態。ディフェンスが上がった。あ、カッコ7ってなってるね。まあまあ上がったわけか。いいですね。ただ、アタックは別にいらないんだけども、一応ね。よし。で、電話ってできんの今。あ、トリエルの電話。え、できんの？めっちゃしてえけど、なんかしてもなんか、出てくれなさそう。ちょっと一回セーブしてやってみる。あ、でもなんかセーブをなんかあれだな。とりあえずでも してみる。ちょっとせっかくだから。ダイヤル中。誰も出なかった。んだよね、やっぱり俺もそう思ったよ。うん、行きましょう。あ、待って、その前にちょっと待って。そうだから、なんかなんとかあれ買おう。これバイシクル。でも 22HP 回復。あ、でも結局同じだよな。あ、これ1個買っとこうよ。でこれを2個買っとこう。ちょっとお金がなくなってきてるけど、まあまあまあ言ってもあれでしょ。これから倒していけばきっと。それじゃあまたおいでなさいな。ありがとう。あ、待って、これ宿屋さ。お金いるよね。あ、やらかした。待って、なんか右のめっちゃ可愛いのいる。ここで休むと最大 HP を超えて回復するってママが言ってたよ。最大 HP ってなんだろう。可愛い。スノーディの一流ホテル、スノードイン。ああ、ダジャレた。一泊81、高えよ。それじゃあ遠慮せずにいつでもまたいらっしゃい。あ、優しい。止まらなくても優しい。あ、行かしてくんねや。ああ、そっか、お金ちょっともったいないことしたな。まあいいや。これなんだ、そんで。町外れまで歩くのは面倒。そんな時は雪下トンネル。効率的な設計になってるよ。これトンネル、どこまで行くの？あ、そこまで行くのか。ごめん、それは今はいい。それは今はいいや。めっちゃいろいろ見たいものが今あったからね。ここはウサギが多いんだね。やっぱ雪ウサギとかけてんのかな。あそこのお嬢さん見ているとなんだか心がかき乱されるような感じがするんだ。この人可愛らしい。私のシナモンちゃん、めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛くないって。ウサちゃんって最高に可愛い。てへへ。いや、あなたもウサちゃんだぞ。ウサ。かわいい。シナモンちゃんかわいい。クマがいる。かわいい。心ない若者たちが地元の木のような、角を持つモンスターに飾り付けをして嫌がらせしたんだ。あ、さっき俺が助けたやつだ。そのモンスターの機嫌を直すためにみんなが贈り物を渡し始めた。今じゃそれが伝統になって飾られた木の下にプレゼントを置いてるんだよ。あ、何それ、クリスマスの発祥みたいになってるんだ。感性込めて飾り付けられた木だ。サンタから、住民へ送られたプレゼントもある。おー、何こいつ。ポケモンにこんなのいたな。よっ、お前も子供だろ。しましまのシャツ着てるもんな。偏見だな。またクマさんがいる。クマとウサギがいるね。この町に、蝶々はいない。だが何か問題が発生するとスケルトンが、魚の女性に報告するのだよ。魚の女性なんて政治的。政治的かなそれ。あ、これか。グリルビーズ。うわー、めっちゃゴロつきみたいなのがいる。ああ、これさっきの夫婦。どこに座るかちゃんと見定めた方がいいぞ坊主。あのでっかいやつがお前の膝に飛び込んできてありったけの愛と注目を、よこしてくれるよ。私たちは将兵かな。だけど誰かに尊敬された試しがないわ。あのスケルトンたちが骨をよこしたりしてくれないかしら。私たち骨が大好物なの。でもあいつら丸ごと食っちゃえ。
個性を出すためにトゲトゲの首輪でもつけてみるかな。そしたらこういうのだ。これに鎖をつなげてどうか散歩へ連れ出してください。ドッグさんつかここで何してんのさ。あ、てかみんないるじゃん。な、その音は何の音なんだ。で、レッサーもいる。レッサーじゃない、こいつあれだ、芸術家のやつだ。自分自身を相手にポーカーしている。どうやら負けているようだ。それ勝って思えるよね。今日女の子たちを釣りに糸を垂らしてきたよ。あ、こいつか、あの釣り糸。確かに怪物だ。魚は海にいくらでもいるってことわざを知ってるかい。なんだい、僕は本気なんだよ。文字通り引っ掛けてやろうってね。ひどいな。てん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 。グリルビズはお前に水の一杯でも差し出したい。でも触れないって言ってるぜ。あ、炎だからか。なるほどね。首都の方がだいぶ混んできたもんで、近々ここへ移住してくるらしいぜ。ま、俺としちゃ地元の文化が荒らされるのは見たくねえな。だが都会っ子どもが、滑ってケツを打つ様はぜひ拝みてえもんだ。みんな性格悪いぞ。ジュークボックスは壊れている。こいつが一番気になってたんだけど、何こいつ。どこへ行こうか、同じメニュー、いつもの顔ぶれ。助けてくれ、もっと、熱い連中と飲みてんだ。ははは、あ、もうマンネリ化してんのね。ここのバーテンダーもある意味、熱いやつだが。あ、まあ確かに、は、ある意味、ある意味ね。なるほど。これ座りたいんだけど、座れない感じか。あ、奥の扉、うまいこといけないようになってるな。残念。じゃあここは今は大丈夫かな。なんかまた気になるのがいいな。これネズミか。みんなはいつも笑ってジョークをかましてる。差し迫った危機を忘れるために。退屈さも、息苦しさも、日光不足も。僕も一緒に混ざりたいけど、面白いこと言えないんだ。何を紛らわすんだろう。何こいつ。地下世界に問題があるのはみんなわかってる。それでもとりあえず笑うのです。なぜ。何もできることはないから。だから難しい顔しないでくださいよ。うん、危機が迫ってはいるわけだ。あ、ライブラリー、ここか。あ、思ったより狭いな。図書館へようこそ。ご存知の通り、看板に誤字があるんです。嘘。ライブラ、本当はライブラルビーになってる。なるほどね。あ、なんかモンスターズインクにいそう。君の目に映るもの、クロスワードを解くのに随分と手間取った。そうだろう。いや、そうでもないです。あ、こいつあれじゃん、アイウォーカーじゃん。なんだっけ、なんとかアイウォーカー、あのルークスカイウォーカー、あ、ルックスアイウォーカー、あれ絶対ルークスカイウォーカーとかけてるよな。私、新聞記事を書く仕事が大好き。書くことがないせいで漫画欄やゲーム欄で埋め尽くされなくっちゃいけないの。ああ、でもまあそれだけ平和ってことじゃん。ごほごほ。私が小さかった頃、ネタが尽きて先生がワードサーチパズルを配ってたの。あの頃は時間の無駄だと思ってた。でも今となっては、私は地下世界でナンバーワンのワードサーチクリエイター。愛、希望、共感。これらが我々の体を形作ってると言われている。しかしソウルが何なのか、その正体は不明だ。いずれにせよ、人間のソウルがこれらの思いやりを必要としていないことは確かだが。やっぱ人間は悪いものとしてされてるわけだね。モンスターの歴史、あ、ちょっと待って、一旦これは飛ばして、ちょっと。多分この辺からモンスター1があるんじゃないの。あ、やっぱ、あ、違うわ。ん、モンスターの葬儀に関する学校のレポート。モンスターの葬儀は専門的に言うと超クールだ。専門的に言ってるそれ。モンスターは年を取ってくたばると塵になる。葬儀では生前そいつが好きだったものにその塵をまくんだ。そしたらその場に、思い出は生き続けるのだ。ああ、これで文字数足りるかな。課題なんてやだな。雑だな。モンスターの体が魔法でできているのに対して、人間の体はほぼ水でできている。あ、モンスターの体は魔法でできてるんだ。そして愛とか、そういうもので構成されている。ソウルは何なのかは分かってないと。この物理的特性により、あ、ごめん、今、机に足ぶつけたわ。人間の体は我々よりはるかに強い。しかし、人間は魔法を通して喜びを表現できない。弾幕バースデーカードも受け取れないのだ。なんだ、弾幕バースデーカードって。当たったら死んじゃうやつでしょ、それ。私はここよ。その本を書いてるの。お客さんが本を取り出して読もうとしてるわ。あら、ごめんなさい、まだそれ書きかけなの。ああ、あなたが書いたんですね。
モンスターの体は魔法、魔法って、魔法でできているため非常にソウルとの結びつきが強い。繊維のないモンスターの防御力は低下する。相手の心が冷淡なほどその攻撃は我々を傷つける。故に強い殺意を秘めたソウルに傷つけられたなら、ああこの章はこの辺にしておこう。なるほど。でモンスターの歴史その4、いきなりその4だったんだね。人間を恐れるのももう終わり、我々は古い都ホームを捨てた。あ、ホームを捨てちゃったんだ。我々は極寒沼地、国書に立ち向かった。新しい首都にたどり着くまで、その名もニューホーム。あ、ホームを捨てて今度はニューホームって新しい首都に行ったんだ。これまた本当に王様はネーミングセンスがないのかも。ホームの次ニューホーム、新しいホームってことか。さすがにそれはネーミングセンス疑うね。出ましょう。でも結構あれだね、大きい、なんだこれ、大きいあれだね、情報が得られた気がするわ。封が切られていない雑多な、手紙が溢れ出るポストだ。このポストにはパピルスというラベルが貼られている。中を見てみる。見てみよう。空っぽだ。ってことはこっちがサンズか。どういうこと？ここがあの二人の家なのか。鍵かかってる。そっか。これはなんだ？内側から鍵が閉められている。うん。右はなんかあんのか。なんか氷が浮かぷかぷかいってんな。あ？なんだこれ。こっちちょっと怪しいな。ちょ、先にあの左上の方行ってみようか。てか、そういえばさ、さっきナイスクリームをこう買いに行って帰ってくるまでの間にさ、モンスターが全然一回も出なかったんだよね。なんでなんだろう。あれなのかな？モンスターは一回見逃すともう出てこないってわけでもなさそうだけど。なんだこれ？なんだこれ？モンスターと人間が起こしよう。どういうこと？ああ、若い頃に戻れたらな、世界の果てなど感じなかっただろうな。あの、他の雪玉と同じかと思ったら、積もってる雪とも同じかと思ったら、ヒゲが生えてる。ああ、なんて素敵なノック。答えなかったらもう一度聞けるのかしら。辛抱強く待った甲斐があったわ。ええ。ああ。ああ、ええー、開けてくんねえのかよ。何なんだ。ノック教？ノック好きなの？え？あ、あんたが流してたんかい。何、何こいつ。何、何の動物これ。狼かな？わからん。わからん。あ、崖だ。特になんもないか。うん、どういうことなんだろう。静かだね、今のところ。今のところで右が静かなのか。どうしようかな。とりあえず、行ってみますか、右に。でも何かあるのかな。でも怪しかったよね。あ、ここよく見たら左上にドクロマークがある。ってことはやっぱあの二人の家だな、多分。行きましょうか。いや、何なんだろう。やっぱりさっきの狼が流してるやつだ。なんか、明らかに霧がかかってるっていうか。あ、もう完全に霧じゃん。え？しかもよく見たらなんか、骸骨みたいに見えるな、これ。あ、パピルスさん。人間、この複雑な気持ちを聞いてくれ。例えるなら、パスタ愛好家に出会って喜ぶ気持ち、パズルを解いた相手を褒めたい気持ち、クールでスマートなやつと一緒にいたいと願う気持ち、これこそがお前が今まさに抱いている気持ちだろう。え？そんなに複雑に、え？そんな複雑な気持ちなんてまるで想像もつかない。俺様は最高にグレートだからな。友達がたくさん欲しいなんてこと考えたこともないぞ。一人ぼっちのかわいそうな人間よ。案ずるな、お前はもう一人じゃないぞ。このグレートなパピルス様がお前の、いや、ダメだダメだ、何を言ってるんだ俺様は。友達になんてなれんのだ。あ、友達になりたいのか。今言ってたことも全部自分のことだよね、きっと。お前は人間だ。俺様はお前を捕まえなきゃなら、そして俺様は長年の夢を叶えるんだ。パワフルで人気者で超一流、それがパピルス様だ。王国騎士の新メンバーはこの俺様だ。あ、え、戦うのか。